皆さんこんにちは、ビーレジェンドの,のダンです。Vlog3 週目ということでですね、まず食事の紹介からしていきます。1月の22日はこちらです。オートミールが 70g 入った美味しいプロテインを使ったオートミール。アーモンドミルクで混ぜております。中にはバナナとピーナッツバターも入っています。しっかりと脂質もとっています。で、2食目。もも肉を使って白米1合を玉ねぎとか椎茸とかを使ってちょっと調理して作った 炒め物と共に食べていますそして3食目には V&M スポーツ B レジェンドが出しているマルチビタミンミネラルスポーツというものですねとりながら羊羹、スニッカーズブラックそしてムキムキウイを飲んでいますこれをトレーニング前にとっていました で、最後の4食目に赤らの素を使って胸肉を入れてますね、肉は。煮込みうどんを食べて、その後に 100g 白米を入れて増水にして、最後を出しまで全て堪能するというような食事にしています。はい、ということで本日も終わりました。本日の食事はこちら。朝食はオートミール。前回と同じ内容になります。で、続いて2食目にですね、トレーニング前に マグロのたたき丼を食べました。これはですね、ご飯は大盛りにしています。で本日はですね、どこ聞いてんねんの撮影のため外食になっているっていう感じです。そして、トレーニング前に羊羹2つとプロテインを飲んでいます。そして、終わってから帰って、またまたこれ、前日と一緒ですね。赤から鍋の素を使って煮込みうどんを食べた後に、 白米100 g も入れて増水しています。トータルカロリーは2452キロカロリーですが、調味料やら何やらを含めていくとだいたい2600キロカロリー近くまで行くんじゃないかなという想定でご飯を食べています。最近はですね、外食ってなるとスキヤのマグロたたき丼これが楽やな。 っていうので、ちょっとハマってます。まあ他にもね、いいのがあると思うんですけども、だいたい安定かなっていうところですね。で、27日がまたチートデーになるんじゃないかなっていうふうに思うんで、ちょっと27日ね、初めてちょっと僕はあの、ミスタードーナツの今あの、ゴディバとのコラボがね、あるんでね、ちょっとそれを食べようかなというふうに思ってます。それまでまた頑張ります。 1>, 1月24日、私の誕生日のご飯でございます。誕生日なのにケーキがないという誕生日になっておりますが、しっかりと原料食を堪能しております。朝ごはんはオートミールからスタートこれはもう内容はほとんどいつも一緒です。続いて、豚ヒレ肉を使って、キムチと共に炒めたキムチ炒めを白米1合分 330g と一緒に食べています。単食目なんですけども、マルチビタミンミネラルと、プロテインと、炭水化物として、うどんに麺つゆをかけて食べています。 そして晩ご飯はですね、今回はですね、うどんを入れずにですね、赤辛鍋の素を使った鍋にいきなり白米 200g を入れてもう早速増水にしたっていうような内容です。タンパク質は胸肉が入っています。赤辛鍋の素、マジでうまいからぜひ気になる方はスーパーに行ってみてください。一食分のね、スティック状で入ってるやつとかもあるんですけど、僕の家の近くはですね、それを今買うと20ポイントぐらいもらえるんで追加で買い溜めしております。 本日も食事も終了して一日終了しました。今日はですね、トレーニングオフです。仕事の後にですね、一件予定があったんで、今日はオフにしています。明日はですね、久しぶりに友人とゴートレをするので、撮れたら撮っていきたいなと思います。普段はですね、三脚で撮っているんですけども、人に撮ってもらうっていうアングルで、久しぶりに撮れるんじゃないかと思います。胸トレをやりますので、ぜひそれも見てください。 はい。ということで、本日25日の食事です。オートミールからスタート。この日はですね、株式会社リアルスタイル本社出社ということで、オートミールは家で作ったものを持ってきて、チンして出社して、まず出社前に食べてるって感じですね。早く着くんでね、早く着いて食べてます。で、2食目はもう僕の定番ですね。出社イコール白米1号と カレーこれは大体もも肉を使ったカレーを持ち運んでいますそして YouTube ライブがあったので YouTube ライブで乾杯してプロテインを飲んだので、ね、そちらのプロテインになりますはい3週目の体です徐々にしまってきたんじゃないかなという体感はしているんですけど見比べないことにはわからないですね次4週目1か月 経過ということでどうなっていくのかもまた来週楽しみにしていてくださいはいということでゴートレですね胸トレです本日はインクラインベンチプレスから行っていますこのインクラインベンチプレスがやっぱすごくいいやっぱフリーウェイトっていいね 本当にベンチプレス、インクラインベンチプレス、ともにもうリピートしてやるべきやなっていうふうに思います。最近だいぶ強くなってきたおかげで、インクラインベンチも80キロでだいたいセット組めるかなっていうふうになってきたんですけど、ゆっくりやるとやっぱり10回上がらないですね。まあ、丁寧にしっかりと上部に効かせていくようなイメージで頑張ってやっています。 続いてインクラインのマシーンチェストプレスです。もうこのマシーン、今までの人生で上部に一番入るマシーンですね。これはめちゃくちゃいい。このジムはですね、僕このインクラインチェストプレスのマシーン以外の胸のマシーン全部あんま好きじゃないんですけど、このマシーンだけはすごくいい。他の胸のマシーンはですね、やっぱハンマーストレングスが一番いいなっていう風に思っています。だからそれを使いたいのであれば、ゴールドジムに行く必要があるなと思いながら、今、ジムを変えるか変えないかちょっと検討中です。 家からねゴールドジムの方が近いんですやからそっちに行こうかなっていうふうな今検討中ですはい続いてプレートローディングのチェストプレスのマシーンですねこれはちょっと収縮をメインで行うためにニュートラルのグリップの方向を握っておりますもう補助がないと無理やっていうことですね 補助してもらいながらやっております。一緒にゴートレしている方はですね、JBBF でメンズフィジーク180センチ超級で出ている選手になります。成績もしっかりと収めている選手で、今年共に兵庫県オープンでオーバーオール並ぼうぜって意気込み合っている中の選手です。 補助してもらってる時の服装を見てもらったら分かると思うんですけどこのジム上半身裸になって大丈夫なジムなんでやっぱトレーニーたちはみんな脱ぐんですよそのせいかやっぱ男性陣がすごく多いジムになります続いての種目はチェストクロスですねもう高重量でしっかりと胸の下部を狙って行っています 今までずっとケーブルクロスオーバーで僕は胸の下部を鍛えてたんですけどこのマシーンを導入してからだいぶ胸の下部の成長を感じるのでまたしっかりとこれをリピートしながら行って綺麗な胸を作っていきたいと思います はい。そして本日ラストの食事はすき家のそぼろ丼です。もうこれを食べてから有酸素運動がてらカラオケで1時間熱唱しております。最近一人カラオケにハマっておりまして気づいたらカラオケにいるんです。続いて1月26日朝ごはんはやはりオートミールからスタート。 2食目はこちらももも肉を使った玉ねぎともも肉とエリンギを入れた炒め物ですねとご飯1合を一緒に食べています3食目にトレーニング前ということもあって羊羹そしてマルチビタミンミネラルムキムキウイを飲んでいますはい本日のトレーニングをやっていく前にまずはですね レッグレイズの腹筋マシンから行っていきます。これをやった時に思います。レッグレイズで重量を持ったことがないからこそ、やはり若干腰反ってやってたんかなって思うぐらい、腰の方にも違和感が少し出てしまうので、まあ、この重量をしっかりと担げるようにしていくことで、下腹部がしっかりと育つんじゃないかなっていうことで、呼吸もしっかりと意識しながら、下背部を狙って腹筋をしています。ということで、メインの種目。 背中に入っていきたいと思います。メインの種目じゃないですね。メインの部位ですね。はい、まず一種目目はですね、僕の大好きな、僕が考案した大円筋のみを狙うラットプルダウンになります。もうこれがすごい効く。そして本日のアングルはいつもと違うアングルにしようと思って撮ったんですけども、すごく見にくいので、皆さんあんまり参考にならないかもしれませんが、僕のメニューだけでも見てってもらったらなというふうに思います。もう見てもらったらわかるように、大円筋に力こぶがあるでしょ。 もう僕、もうこの大延期ばっかりやってるんですよね。もう、種目としては、広がりはもう僕、この種目ぐらいにしてます。もうこれをやることでね、めちゃくちゃ成長を感じてるんでね。 フロントポーズを立った時の背中の広がりを作りたい方はぜひやってみてください。ということで2種目目はプレートローディングのラットプルダウンになります。まずですね、癖が強いでしょう。入り方ですね。まず肩甲骨を活性させてるんですよ。で、それを固定したまま自分の体重でバーを落としていって、そのまま肩甲骨を活性させた状態をキープしながら引いていってます。もう収縮がたまらない。ストレッチなんかもうさっきいっぱい効かせたからいらんねんっていうことでですね。 僕は収縮をしっかりとやっています。まあ収縮ばっかりやってるイメージとしては、広がりというよりかは僕は今厚みを増したいっていうイメージで背中トレーニングをしているので、とにかく収縮、収縮をポイントとしてやっています。もうね、これを見た時に肩の関節柔らかっと思う人もいると思うんですけど、そうなんです。柔らかいんです。ということでですね、3種目目に入っていくんですけども、ちょっと斜め上から引っ張っていく。一応これもラットプルのマシンになるみたいです。名前的に。で、これはですね、ちょっとチューブあたりを狙っています。 背中のですね、僧帽筋、チューブあたり、両肩筋あたりを狙ってプルをしています。まあ背中の動きを見てもらうとだいぶわかりやすいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、上部よりの背中を狙っています。もう僧帽筋も入っちゃっていいかなっていうふうにも思うんですけど、できる限り僧帽筋よりもちょっと下のあたりを狙ってやってあげてると、やっぱり厚みが増した感覚があるので僕はリピートして行っています。最後はちゃんとストレッチを効かせています。 僕がこのジムに通ってる一番の理由、この T バーローのマシーンですね。胸に重心を置いて行うことができるので、踏ん張らなくても、ベントオーバーローや T バーローのね、トレーニングができるということですね。もう大好きなんですよ、このマシーン。このマシーンで今しっかりとまたですね、 これも、僧帽筋、チューブあたり、両鼎筋あたりを狙って、ちょっと厚みを意識したトレーニングにしてます。だからそんなにストレッチはかけてないですね。その代わりずっと背中を寄せたりとか、収縮をしたイメージをしながら行っているので、回数があまりできないです。もう僕の背中がでかくなることを願ってやっています。ワンハンドローイングですね。最近ですね、ワンハンドローをハマっておりまして、気づいたらやっぱワンハンドローをやっているんですけど、やはり、 ワンハンドで弾く種目の中で一番いいなっていう風に感じます。マシンやとどうしてもなんか弱いな、ちょっと入りが弱いなとか、ちょっと大小動作で引っ張っちゃってるな、背中に効いてる感覚ちょっと薄いなーって感じるんですけど、フリーウェイトはやっぱいいですね。体幹もしっかりと使いながら。 割とグッと無理やり引いたとしても耐える意識をすることによって終わった後背中にじわじわと感覚が残ってるんですよね。やっぱワンハンドは僕このワンハンドローに限るなーということで今はワンハンドローを一生懸命行っています。 シーテッドローをですね、ちょっと前までは踏ん張ってしっかりもう80キロ、90キロぐらいを10レップやってからドロップして40キロとかを無反動で10レップやるっていうようなやり方でドロップセットやってたんですけど、今はもう60キロとかをこうグッとできる限り反動を使わないように引いています。で、反動を使ったとしても絶対に上半身が地面と垂直の状態より後ろに倒れないように意識して、 行っています。もうね、これ背中が痛くて全然弾けなくなるんですよね。なんでこんな弾けへんねんと思うんですけど、これを丁寧にグッと弾けるのか、弾けへんけど感覚を感じれるのかで、その日のトレーニングの質が良かったか良くなかったかっていうのを見極めています。 そしてラストミールはいつも赤から鍋の素を使ってると思うんですがカロリーハーフのジャワカレーを使ったカレーうどんを食べていますこのうどんの後にまた白米 100g 入れて増水みたいにして食べていますもう福神漬けに最近ハマって福神漬けを食べたいがためにカレーを作ってます はい、27日、こちら、チートデーと言っていた日になりますが、チートデーではなくなりました。朝ごはんはオートミール、そしてお昼は豚ヒレ肉を使った炒め物でご飯を食べています。米はイチゴを使っています。そして、ちょっとチートデーっぽい気持ちでいたので、家にあった和風高菜パスタの素を使って、豚ヒレ肉を 玉ねぎとととほうれん草と椎茸と一緒に炒めててご飯にのっけてます。めちゃくちゃうまいやんこれと思ってちょっとリピートしそうなんですけど和風高菜パスタのもとは割と脂質が高いんでやめとこうってちゃんと制御しましたチートデイにしないとは言ったもののチートミールにしようということで夜に幼稚園からの幼なじみとともに アジマルという焼肉屋でご飯を食べました。もうこの味丸がねめちゃくちゃうまいんですよ力こぶっていうメニューだったりとかすね肉っていうね割と化粧部位だったりする肉とかも売っている焼肉で僕が個人的にすごく推している焼肉屋です是非皆さん気になる方は味丸行ってみてください僕のイチオシの焼肉です ということでですね、本日なんですけども、えっと、1食目、2食目はしっかりと計算したんですけども、3食目は焼肉に行ったということでですね、焼肉、ちょっとね、チートミールみたいになったかなっていう感じです。スターバックスでも期間限定で出てるチョコレート系のやつを、ホイップクリームなしの無脂棒ミルクに変えて飲みました。なんで、プチチートミールデイみたいな感じですね。カロリーは全然わかりません。 たくさんいっぱい美味しいものを食べました。ということでまた切り替えて明日から頑張ります。明日は日本チャンピオン、伊吹チカラ選手とのゴートレです。レッツゴーはい、ということで本日はチカラさんとゴートレということでですね、まあ朝から気合が入っているんですけども、まずはですね、朝ごはん、オートミールを食べてスタートしています。内容はいつもと同じです。もうね、変わらないんです。たまにバナナの量がね、ちょっと変わるぐらいです。2食目はですね、1件予定が終わり、チカラさんとゴートレをする1時間前ぐらいにですね、 スキヤのそぼろ丼をご飯大盛りでいいいただいています力さんとはですねもう肩トレですねいぶきチといえば肩ということでですね顔が肩で肩が顔というねセリフがあるようにもうしっかりと僕のこの弱い肩を育ててもらおうと思いますこう見るとやっぱチャンピオンでかいですね僕がすごく小さく見えていますもうすごく自信なくなるんですよゴートレーするとあれトップとのさ激しすぎひんって思うぐらいねもう いつもいつもメンタルに喰らいながらちょっと頑張ってついていっています。もうね、僕はリスペクトしてるんでチカラさんには一生勝てへんやろなと思ってます。リスペクトすると勝てなくなりますからね。ということでサイドレーズを行っているんですけど、普段と違う意識でサイドレーズするともう軽くてもう意味のわからんぐらい効くんですよね。どういうことやって、やっぱ角度ちょっと変えるだけでこんなに変わるんかっていうことで、しっかりと教わった内容を全うしてやっていきたいなっていうふうに思います。僕がなぜいつもドロップセットをしているのか、それは伊吹チカラ選手から。 教わったからです井口から選手はだいたいドロップセットなんですよねでこの体ができているので僕もそのドロップセットをしっかりとリピートしてやることで成長できるのかなと信じて行っていますここから僕の体は変わるのか今年しっかりと変えて見せますこのね恵まれた環境に感謝をしながら体を変えていけたらなと思っていますもうこの一種目だけですちからさんとのゴートレは一種目だけです 特別にチカラさんがリアルにやっているフォームですね。見てください。僕とのこの違い、軸の違い。すごい。でかい。で、トレーニングを終えた後にですね、プロテイン。そして、重曹といえば、キアスのみたらし団子ということですね。みたらし団子を2本食べています。そして、ラストミールは、豚ヒレ肉を使って、白米 200g とともに食べています。エリンギ、シイタケ、ほうれん草をもう塩、コショウのみで味付けしています。 で、これと共に味丸のキムチを一緒に食べています。あそこのキムチが異常なほどうまいんですよね。もう僕は巡りやってしまいました。定期的に買いに行こうかなと思うぐらい美味しかったんで、そのキムチと共にご飯をいただいています。今日はですね、チカさんと合同量して、まあ一種目だけしたんですけど、悲しくなりますね。レベルの差、勝てない。次元がちょっと違いすぎますね。ちょっと僕も頑張ろうかなっていうふうに思うんですけども、あの次元に到達できるのか むずいいねっていう感じです、ね、まあとりあえず自分ができるとこまでやりたいなとも思いますので引き続き減量頑張って今年はしっかりと結果を出せるように頑張っていきたいと思います。